まず前さんが今回の1号店これマジですお互い手を取り合って頑張っていきましょうよ、ね、まだまだね、仕事始まったばっかりしたからね、前らビデオクション後で見てろよ、お前じゃあ仙台の話でもしましょうか、ゆっくりと。水口、やっぱりダメですね。ダメですか、はい、あら、緊張するなあ、なあなあ上司で行かないからな、一応社長が出てくるっていうからさ、本当の腕の見せ所かも分かんないね今日が、まあね、それでもねサラリーマン大二郎頑張るしかない、負けないよ。もうすっかりね、なんとなく生活がね、もうサラリーマン化してきた。もう過去の栄光はもう忘れてるからね。ビルもなんかちょっと立派だな、建物も。こんにちは。うわぁ、でけえな、これ。ちょっと緊張したね、緊張したな。ちょっと今日ちょっと、様子が違うな。これ、メーカーだからな。ちょっと通用するかな。社長だってさ、フレックスの横浜だからさ、チャレンジもんだけどさ。僕はね、昔先代のお世話になったとこだからな。こんにちは、サラリーマン大二郎です。どうしたんですか、その格好して。営業できました。ところで社長、はい、社長、ちょっとお話があるんですけども。嫌な予感がしますね。いいいい、ここではもう僕にとっても社長にとってもいいお話。本当ですか。本当にいろんな事情がありまして、はい、サラリーマン戻って営業から始まったんです。うちが出直しです。あ、そういうことなんですか。私ね、はい、先代にはものすごくお世話になりました。本当に先代と結婚でもバンバンの僕たち扱いでした。いやでもね、昔の話をね、誰か僕もね、ちょっと山本社長からも、はい、営業は大変だよよくよくあるよくお話しました。なんか怪しいですね。一回人もね、もう連れてってもらいました。本当に先代本当にね、焦られました。壊っちゃいます。いやでも本当に頼むんですね。はこの副社早くもあったんですけど。あ、おめでとうございます。京都の嵐山パーク、はい、500年あの読者集めて全部決めてるんですよ、はい、そこにぜひ社長のところにもいろいろ手伝ってもらえたというふうになりました。それ恩返しじゃなくて営業じゃないですか。いや、とんでもない恩返しです。いや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 、恩返しです。行っちゃったな、これ今のうち恩返ししとかないこの形でしか僕今できませんけど、はい、営業の色が、はい、だいぶ恩返しです。ところで社長、今日誕生日なんです。なんで知ってるんですか。これもう営業のいろはです。それは今日です、誕生日。ありがとうございます。僕の、ね、少ないね、プレナーから買ったんですけど。大さん、これこれ何でしょう。これはオプション。これ総価の500って書いてあるんです今。うちからオプションさん送ったやつじゃないですか、これ。それっちゃ見事もないですね。私一生懸命営業やってたんだけど、ブヤが少ないブヤの中からね、僕やろうと思ったんですけど、最後まだにブヤ入ってるんですよ。これ入りできないから、さっきの息子に近いところに入りみたいな。さすがですね。いやいや、もう営業の色がですか。
since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets. Abandons